パイナップルは女王様。パイナップルは実に奇怪な形をしている。果物としては明らかにデザイン過剰である。一つ一つきっちりと区画してあるあのボツボツ、そのボツボツは一つ一つ複雑な形をし、起伏に富み果物全体を覆っている。何もあんなに丹念に丁寧に全体に施さなくてもいいのにと思うほどのデザインを、お尻の下側にまで行き渡らせて手を抜かない。あれは一体どういう意図でああいうことをやっているのか。スイカを見たまえ、表面ツルツルではないか、何にもしてないではないか。パイナップル側から言わせれば、多数の小花からなる集合花がどうのこうのという事情があるらしいのだが、スイカは現にあのツルツルで十分やっていっているではないか。人間にもくどい顔というのがあるが、僕は一言パイナップルに言いたい。くどいんだよお前は。顔面はくどいが、てっぺんのあのふさふさの葉はいい。かわいい。許す。あの葉っぱのおかげでパイナップルはずいぶん救われている。見た目もかわいいし、それに便利だ。どう便利かというと、あそこを手で持ってぶら下げることができる。これはあんまり人に言ったことはないのだが、パイナップルはあそこんとこを手で持ってぶら下げるとなんだか楽しいんですね。僕らが子供の頃はウサギがとても身近な存在で、飼ってる家が多かった。ウサギの両耳を手で持ってぶら下げて遊んだりしたものだが、あの記憶がよみがえる。葉っぱのところを手で持ってぶら下げると、パイナップルってずいぶん重いんだなと改めて気がつく。ずっしりと重く、その重さは嬉しい重さでもある。スーパーなどで買って帰るときは、途中でわざわざ袋から取り出して葉っぱのところを持ってぶら下げて歩く。荷物というものは重いと嬉しくないものだが、この時のパイナップルは重さが嬉しい。歩いているうちに自分で取った獲物をぶら下げているような気分になり、だんだん意気揚々となる。店によっては買った時、葉っぱのとこ切りましょうかという店があるが、とんでもないことだ。葉っぱにはもう一つの楽しみがあるのだ。パイナップルをまな板の上に置き、横倒しにし、葉っぱを左手で持って右手の包丁で葉の根元のところをざくりと切り落とす。これが楽しい。包丁の刃先から伝わってくるパイナップル独特のザクザクした繊維がザクザクと切られていく、ザクザク感というか、ズズズズ感というか、あれがたまらない。もしパイナップルの葉っぱを切り落とすバイト募集というようなものがあれば、僕は真っ先に申し込みますね。葉っぱの根元を切り落とした後、どこをどう切っていくか、いろいろな切り方があるようだが、僕のやり方はこうです。葉の根元の次にお尻のところを切り落として、まな板の上に直立させる。そうしておいて、皮の近くの硬くて食べられない部分とその内側の食べられる部分の境界線のあたりに包丁の刃をあてがい、そのまま下までズズズズッと切り下げる。この時いつも境界線で迷う。ここで僕の心の中に常に存在するケチの精神が急にあらわになる。その結果、硬くて食べられない部分を多く含んだ境界線になってしまう。後で食べてみて、やっぱりな、とそのことがわかる。そうやってぐるりと一周皮を剥いた後、縦に四つ割りにする。次に芯のところを縦に切り落とす。皮の時と同様、芯に近くて硬くて食べられないところと、
外側の柔らかくて食べられるところの境界線のあたりに包丁の刃を当てる。この時も境界線の判断に誤りがある。硬くて食べられない部分を多く含んだ境界線になってしまい、後で食べる時にやっぱりなと思うのだが、次に買ってきて食べる時もまた境界線の誤りを繰り返し、この問題に関しては学習は無理だということが最近ようやく分かってきた。パイナップルの皮の近くには下に痛みに似た奇妙な刺激があるのを知っていながら、毎回毎回この誤りを繰り返す。パイナップルは生が一番おいしい。缶詰のものはただ甘いだけだが、生のものは南国の果物特有な濃密な甘さを微妙な酸味が和らげ、その和らげ加減が絶妙である。そして1個入れておくだけで冷蔵庫の中をいっぱいに満たしてしまう、あの香り、甘みも酸味も香りも力強さにあふれている。パイナップルに比べると和製の果物のなんとおとなしいことか。スイカの甘さも桃の甘さもみかんもなんとひっそりと控えめであることか。パイナップルの美味はもしかしたら果物界の女王かもしれない。このところ僕は生パイナップルの虜になっています。